説明。それでは今回のタックル紹介です。今回も浮き深せでやっていきます。で、竿の長さは12フィートで、 PE ラインは2号巻いてます。そして C がフローショックリーダーを FG ノットで止めて、中同士の浮きを浮き止めで止めて、その下に一貫玉でタコベイトで、棚は2m20取れるようになってます。あんない、釣ってるよ。いや、あんまりやってないもん今年。みんないいやつ、いいやつ、いいやつ、いいやつばっかり今年は。あ、跳ねてきた。イベントだよね。イベントだね、本当に。それ我慢できるから他のポイントでもいいんじゃない。なんだ急に。夏も気になるよね、入り口もね。わからん。わかりません。わかりません。なんか釣れそうな気すんだよね、今日は。あ、そうなんだ。おい、やすげえな、おい。マジこれ最近多いな。そうなのさ、やっぱあっち側かな。寄ってたら爆笑かもしれないけどな。こっちね。おい、いや。えぐいな。これで食わねえのか。来た、ほら。でっけ、これ。おお。ほら、釣れるたべ今日、ほら。ほら。ほんただ油はがってみか。まだっすよ。1%。 何 1% って油。そういうの剥がれんの？そんな剥がれんの？よし、釣れる時間1キロちょいが締めちゃう。締めるさ、そりゃ。はい、OK。 はい、OK、OK、OK。 ほんと？釣れるんだ、ちゃんと。よし、いいオスだ。飛ばよう、飛ばよう。出さないよ。
1号ぐらいだわ。うん、すげえ跳ねるな。クエ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 。わあ、わあ、来てる来てる。チャンスチャンス。YouTube 見たから。あ、本当。ナイスなバラシだったでしょ。ああ、本当。まさかバラすと思わなかったのね。一回だけで寝かったんだよあの時。ピョンって針外れたのは前の日だけどね。感じだからな、この。そうだそうだ、あそこやっぱりいつも跳ねるんだよね。いくら。はい、ということで本日の釣果がこちら。はい、また残念ながら、まあ残念じゃないんだけどね、いいオスの鮭が釣れました。これももちろんね、トバにして美味しく食べたいと思います。ちょっとこれサイズいいんでね、長さ測ってみようかな。はい、自分のね、最高記録が去年釣った75センチなんだけど、今回のは、72センチってところかな、のパスでした。はい、それでは本日も最後までご視聴してくださった皆様ありがとうございました。この鮭釣りもね、もう残りシーズン少ないんですが、なんとかね、メスを港で釣るまで頑張っていきたいと思いますので、またご視聴よろしくお願いします。バイバイ。